まずは明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで、まあシーズンとしては、今センター特編直前というか、まあ真っ只中だと思います。で、ある先生からですね、非常にまあ教材作成で苦労しているという話を聞きまして、以前まあ取り上げたとは思いますが、もう一度、グッドノーツと、キャムスキャナーを使って、簡単にスライドを作る方法を、おさらいしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、もう今日はもう短縮バージョンでパパッといきますので、ついてきてください。で、まず、スキャナープロを立ち上げます。で、右側に、ありますカメラボタンを押します。で、今日はすいません、園本先生に紹介してもらったトゥルーストーリーズの、続編、まあ、こういうやつもCD とかついてないですよね。テキストデータもないので、こうやってパシャッと撮ります。撮りました。で、右下の完了をします。はい、でもう自動的にこの部分を今緑で囲ってありますよね。この部分を読み取るよということで、次へを押します。はい、そうするとちょっと斜めってたものが、綺麗に成形されますよね。で、まあ必要であれば鮮明化とか増強鮮明化、または白黒、白黒でもいいかなと思うんですけど、まあ一応こっちにしておきましょうね。で、次へを押します。これでもう保存できちゃいましょう。で、こいつをまず、PDF で、これそのまま今の状態でアルバムへって言っちゃうと、確か写真で保存されちゃうんですけどね。PDF プレビュー。あ、これ PDF でいけてるのか。すいません。あ、PDF でもいけちゃってますね。なので、そのままアルバムに送ってしまえば、そうですね、アルバムに行っちゃいますね。もういいかも、めんどくさいんでちょっと戻りますけれども、最初のこの画面で左の一番上、点が3つ並んでるやつですね、ここを押してもらうと、操作版が出てきますので、これでアルバムへってやると、写真フォルダーっていうか、写真のところに、画像が保存されます。まあ、こいつをそのままグッドノーツに貼り付けるっていう方法もありますし、もう一個便利なのが OCR ってやつですね。つまり写真上の文字情報を読み取ってテキストに変換してくれる。これ非常に便利じゃないですか。なので、この OCR、右下にある虫眼鏡のボタンを押します。で、そうすると OCR テキスト認識ということで、画像中の文字を認識可能になりますよ。OK。 はい、そうすると右側にテキスト認識テキストとして出てきます。完璧じゃないので多少手直しするところはあると思うんですけど、かなりいい感じにテキスト変換されてますんで、こいつをクリップボードにコピーして、で、例えばこれをグッドノーツに貼り付けると、グッドノートの使い方をもう一回、ノートを作成、スワイプして、まあ、例えば今の、貼り付けた、コピーしたテキストをそのまま使うんであれば、まあ、ペーストってやってあげるとこういうふうに綺麗な文字になります。ただこの場合、この段この状態だと生徒にとっても非常に迷惑ですよね。生徒が使ってるテキストと同じところで改良してあげるっていう、気遣いは必要だと思います。まあ、先ほど撮影した、写真をそのまんまここに
ドンと貼り付けちゃう。まあ、この方が楽でいいかなと思います。で、親指と人差し指を使えば、こういう風な拡大もできますし、こういう全体表示もできると。で、この状態で、例えばこう拡大していただいて、何回も紹介しますけど、グッドノーツは、この左から上ですね、左の上、1,2,3,4 番目の、この丸三角四角マーク、図形マークですね。ここをクリックすることによって、例えばアンダーライン引くときに、赤でアンダーライン引きますね。Mr. and Mrs. Nakamura。はい。こんな風に綺麗になるよ。綺麗に線が引きますよね。まあ、あと適当なんでもいいんですけど、丸をつけるとか。こんなんが簡単に、綺麗にできますね。ただ、丸と、四角、三角ぐらいですかね、綺麗にできる。あとは丸カッコとかできないですね。全部これはまっすぐになっちゃうね。カッコにするときは、図形マークを解除してもらって、こんな風にしてもらうしかないんですけど、まあ、使えるところから使っていただければいいかなと思います。はい、ということで今日はどうでしたでしょうか。少しはセンター前のバタバタのところで少しでも先生方の労力が減ればいいかなと思っております。あとはまあいろんな、その他の普通の授業なんかでも、手軽に使えますので、よかったら活用してください。ありがとうございました。